中はないにしても、ちょっとあんまりあんまりこう進めない。ちょっと硬いですね。これじゃない方が気が楽よ。結構宮崎でやらかしてる。部屋でやるの。いや、俺は本当に。しっかりご挨拶もできないまま、中継が途中で終わるっていうね。読みたい。すみません、ご挨拶お願いします。あ、お疲れ様です。杉谷です。はじめまして、どうも。この間なんか噛み合わなかったですね。いや、もうとんでもないですよ、僕がもう本当に。いやいや、違うんですよ。あれ、なんか、よく中継にあるあるですよ。はい、タイムラグっていうか。同じ日本なんで、こんなにもあるのかと思って、ちょっと初めてで。うん、だから見てる人もっとイライラしたと思う。今日はあんまり緊張せんと、はい、何でも言ってください。ほんで分かれへんから反対に喋ってもらった方が、はい、はい、野球のことしっかり伝えられるように。そうなんですよ。私あんまりにわかで今不安になってるだけだから、はい、でここのあなたの紹介に何か日ハムのボスからバラエティーあんまり出んなって言われたっていうのはあれ本当なんですか？あれは、2年前に、うん、あ2年前に言われた、はい、なので別に今はい、引退しましたので2年前、あ、まだもう会うことないの？いや、ファイターズには顔を出させていただいて。あ、ほんならね、私の伝言言うといて、はい、新庄が、はい、新庄ちゃんに、はい、バラエティーの伝のあこさんからね、はい、言いたいと伝言いただきました。うん、バラエティーを控えろって、あんただそうそう、お会いする機会なので、うん、ぜひ。いや、今日は本当気楽にやってください、はい、もう一色 WBC やんな。はい、そうです、はい、一色ですから。めっちゃ緊張してますいや、もう本当に珍しいぐらいですね、はい、はい、普段のバラエティの感じとは違う。いや、どんな感じなの普段？いや、普段だってさっきもサンジャポ出てたもんね。はい、サンジャポさんも緊張しましたけど、何よりはアッコさんの前でこう野球の話するというのが一番緊張するかもしれません。あ、はい、でも無視してください、そんなの見てる人に対してやから。わかりました、はい、はい、ほんであんまり無視 しすぎたら私が注意しますあ、一番怖いバラエティ休むことになるかも負けたら終わりだから絶対勝たなくちゃいけないだって感じでね。アッコにお任せさんっていう番組してました。知ってるよ、和田アッコさんの番組でしょ、はい、うん、ちっちゃい頃から見てたもん。うん、久美さんに一言いただければ嬉しいなって。和田アッコさんに、はい、和田アッコさんに、和田アッコさんに、和田アッコさんに、アッコさん、ヌートバーの母でございます見ててくれたそうで本当にありがとうございます。本当にやだすいません、ありがとうございました。とんでもない、ありがとうございました、はい、すいません、ありがとうございます。アッコさんによろしく言っといてください。そしたら本当に私もスタッフさんから、だって芸能界のドンでしょねえ、なんだんだんだってアッコさんの、サインもらってきてくれたはい、今サインします。ちょっと、はい、ヌートバー選手のお母さんに、はい、アコさんからサインを。そう、はい、久美子さんに、LINE はしてますので。あ、本当ですか、はい、LINE はずっとしていて、で1次ラウンドの時はお会いできなかったんですよ、うん、球場で、うん、ただLINE だけはずっとしてるので。あ、もうぜひ、マイアミ行くよ、ケンちゃんって言ったので。あ、嬉しい、もうぜひお渡しください、はい、いやー、私の方が緊張するわ嬉しいだろうな、これ私が緊張してるわ。大事な任務。それじゃあお母様に、久美子さんによろしくお伝えくださいしっかりお渡しさせていただきますので。これの方が緊張するやろ。これ一番あれですね、もう緊張してると思うよ。まあ、折れないです。折ったりもできないので、もう本当大事に、うん、折ったらあかんよ。はい、もう大丈夫です、はい、ちゃんとしっかり、うん、預かりましたので。はい、よろしくお願いいたします。見ました、今見ました、あっこさん入れました。パスポートより先に入れましたから、はい、折れないですか？大丈夫、絶対に折れないです。大丈夫です。お願いします。ここでなんと、あっこにお任せより、おー、はい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 、これを渡してきてほしいと、大変重要な任務をいただきました、はいはい、和田アッコさんから久美子さんへ色紙です。あー、アッコさん、ありがとうございます。この前お願いしちゃったんだよ。いや、そうなんです。それでもう和田アッコさんがもう急遽、持って行ってほしいんだって言われて、やった、任務終わったぜ、俺の。グッジョブ。アッコさん、これまだ回ってますよね。回ってますよ。アッコさん、重要任務果たしましたんで。いただきました、アッコさん、ありがとうございます。